ません、三谷です。お願いします。あ、いいですか、はい、もう回してたらいいですか。回せます。時間大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です。あ、背高いんですね。あ、ちょっと持ってるんですけど。あ、ちょっとだけ厚底ですか。え、でもそう、何センチぐらいですか。あ、もう取ってるんですか。はいはい。身長171です。あ、そうなんですか。あ、よろしくお願いします。あ、ちょっとあっちの方座れるんで、あっちで一度移動してもいいですか。はい、すいませんでした。あ、いや、全然全然すいません。ツイッターで、はい、僕最近いつもは、街角で適当に探すんですけど、人を、はい、ツイッターとかでも最近探すようになって、はい、レズビアンの人を、はい、あんまインタビューしたことないなと思って、はい、普通にツイッターでレズビアンって検索したんですよ、レズって、はい、そしたらなんかすごい綺麗な人出てきたなと思って。 ありがとうございます。それでなんかあ、ちょっと聞いて、話、どんなレズの風俗をやってらっしゃるんですよね、女性向けの。そうです、そうです。そうそう、それもちょっとそういうお仕事も人も話聞いたことないから、なんか何でも言ってもらえれば困ります。そうで、ちょっと美人そうだし、なんか聞いてみたいなって思ったっていう次第ですね。ありがとうございます。連絡。え、一ノ瀬ユニっていうのはやっぱその源氏名ですか。やっぱそうです、そうです。なんでユニなんですか。ユニ、なんだろう、名前が可愛らしいなと思ったのと、はいはい、もう友達に何かいい名前あるって聞いた時に、はい、一ノ瀬かっこいいじゃん、はいはい、ユニいいじゃんみたいになって、あ、じゃあそれにしようって思って。友達のセンスなんですね。じゃあそうですね。あ、じゃあここにご覧させていただいて、じゃあ僕、あ、ちょっと奥いいですよ。僕マスクしてるんで、逆にユニさんマスク取っていただけますか。すいません。あ、やっぱすごい美人さんですね。やっぱツイッターの写真にたがわず。ユニさん今いくつなんですか。23の代です。今22なんですけど。いつからその レズビアン東京さん。あ、そうです。っていうお店で働いてらっしゃるんですか。お店っていうか、どういう形式なんですか、それは。女性の方が利用できる風俗の会社っていう感じで、はい、説明ってなると18歳以上の戸籍上女性の方が使える、はい、って感じですかね。え、店舗型なんですか、それともデリバリータイプなんですか。デリバリーとかそういうことじゃないですか。なんて言ったらいいですか。そのなんて言うんですかね、はい、デートをするんですか。デートコースもあって、ヘルスコースっていうそのエッジできるコースだったりとか、はい、あとはマッサージコース、はあはあ、あとは添い寝できるコースだったりもあります。あ、なるほど。その段階に分かれてるわけですね。そうですね、料金的にも全然違いますし。え、簡単に説明聞いてもいいですか。はい、一番高いのはエッチコースですか。お泊まりコースっていうのもあるんですけど、はいはい、お泊まりコースが、まあ、時間によって5時間、はいはい、7時間とか10時間とかいろいろなコースがあって、でお泊まりコースっていうのにすると、まあ、夜の営みが自由にできたりする。で次に、エステコースですか。お泊まりコースって だいたい例えば9時に待ち合わせしたとして、朝7時とか8時に解散したとしたらいくらなんですか。あ、でも終電でお客様がそのいらっしゃって、いらっしゃって今空いてないとか言われてお泊まりして、でホテルで一泊してから朝行ってらっしゃいとお見送ったりとか。それでいくらなんですか。今時期的にもちょっと安くなったりするんですけど、3万4万円とか。オプションとかついてまた5万円とかになったりはするんですけど。デートコース、はい、デートコースは、まあ、1時間、まあ、6000円ぐらいですかね。オプションとかなしで。あ、でも1時間6000円デートだけだと。そうです。でもその触れ合いが唇からのキスができないんですよね。手をつないだりハグとかまで OK なんですけど。はい、そうですね。そんな段階があるんですよ、細かく。そうですね、あります。デートもじゃあ2時間だったら1万2000円になるってことですか。そうです。はあ、でも食事代はそのお客様が全部負担していただくっていう形にはなるんですけど。レズビアン東京さんの働いてどんぐらい経つんですか。10月くらいだったと思うんで、半年以上は経ってます。へー、1年は経ってないんですけど。へー、そのユニさんはその結構顔出しでそういうふうになんか発信されてらっしゃるじゃないですか。はい、レズ系のサービスのお店に初めて働くんですか。その初めてです。へえ、はい、それまでは別にじゃあ普通に、まあ、いわゆる一般の仕事というか。学生だったんですけど。はあ、そうですね。そこから、まあ、変えようと思って
泉谷東京の方に入ってって感じです、今どんぐらい勤務されてらっしゃるんですか。でも今は、まあ、時期的にもあれなんですけど週に1回出れたらいいかなって感じですかね。なるほど。他に仕事はしてるんですか。なんか一応してます。何の仕事してるんですか。バーとか。じゃあそれで生計を立ててらっしゃる。そうですね。出身はどちらなんですか。出身は栃木県です。生まれた時からあの女性の方が好きだなっていう感覚ですか。それがなんか高校生ぐらいの時にやんわり気づいたって感じですかね。へえ。高校生の時に仲いい女友達のボディタッチが激しい子だったんで、うん、もしかして好きかもしれないって思ったのがきっかけですかね。あ、結構ドキドキしたってことですか、それに。そうですね。でもその高校生とか周りはこう男の子にキャッキャしてたり、うん、誰々先輩かっこいいってこういう感じじゃないですか。はいはい。だから言い出せないのもあって、はいはい、自分も男が好きだっていう感情に無理やりしようとして男性と付き合ってたりとかもしたんですけど、やっぱりそのいろんな意味で興奮を覚えなかったりとか。あ、男性に。そうです。一緒にいてもなんかドキドキしないっていう感情だったので、ああどうしようって思った時に海外に私行ってきたんですね。ワーキングホリデーなんですけど、専門学校卒業してで行ったんですけど、そこでカナダって LGBT っていう先進国なんですよ一番。あ、そうなんですか。そうです。例えばもうこういう道端で男性同士がハグしてキスしてたりとか、もう女性同士でも手をつないで肩組んで歩いてたりとかが当たり前の感じなので、そこでなんかそういう世界もあるんだって思って、日本ってなんて狭いんだろうって思って、はあ、自分が恥じていたことに恥じて、その女性が好きなことってダメなことなんだっていうのをこうやめようと思って、もう自分はレズビアンで生きようって思いましたね。へえ、はい。カナダ専門学校卒業してカナダに行ったっていうのは二十歳ぐらいですか。そうです、二十歳の時に行きましたね。じゃあその二十歳まではなんていうか女性が好きっていう気持ちは自分では気づいてるけど、それを隠すために男性と付き合うみたいなことは結構あったんですか。そうですね。じゃあ男性ともこれまで何人ぐらいと付き合ったことあるんですか。何人ですか。でもまあ結構5人とか、まあ、モテますでしょうね普通にね。女子としてユニさんが普通に学校とか生活圏内にいたら、まあ男性にはモテるでしょうねきっとね。ありがとうございます。でもちょっとその自分が気づく前までは本当腰ぐらいまでのロングの髪で、あ、髪の毛もロリータみたいな服装でツインテールで歩いてたんですよ私。なるほどね。 それを気づいてから一気にこうバサッてこう気持ちを切り替えようとして、こういう大一種な感じになって。でも何ですか、その気持ちとしてそのロリータだったりとかする、はい、その服装は好きなわけですか。今ですか。当時は好きでやってたんですか、それとも自分の男性を好きという気持ちを抑圧するためにそういう格好をしてたんですか。今思ったら多分抑圧するためっていうか、その自分は女の子でいなきゃいけないっていうその世界のルールに従う自分っていう、なんかこう押しつぶされてたんだと思います。だって別にロリータって別に普通の女の子も手を出さなくてもいい世界じゃないですか。そうですね。そこのマックス女子フリフリみたいな格好にあえてやってたわけですもんね。写真見ます。あるんですか。7ヶ月前、8ヶ月前ぐらいまで。あ、でも7ヶ月前、8ヶ月前もレズビアン候補表は知ってるけれども。そうです。そういう格好してたんですか。最初の方は女の子っぽい格好でレズビアン東京っていうのをやってました。はあ、あんま分かんないですね。ホームレス又吉さんの作画ズフトレ T シャツ絶賛発売中です。手数料等を差し引いた全額を又吉さんに寄付させていただきます。よかったら概要欄チェックしてください。そして街録チャンネルクラウドファンディング企画第2弾、今度は北海道に行きたいと思います。500円から支援できますので、こちらも概要欄からチェックしてください。よかったらご支援よろしくお願いします。あ、そうですね、感じでした。なるほどね。はい、男性と二十歳までに4人、5人。そうですね。4、5人。
お付き合いされてるじゃないですか、はい、そういう、まあ、例えばキスだとか、まあ、それ以上のことを求めてくるじゃないですか、付き合ってたら、はい、それどうしてたんですか、断ってたんですか、流されたんですか。いや、断ってました。あ、断ってた。そう、断ってて、で周りに女の子たちと相談をしたりしたんですけど、それおかしいよ、ユニそれおかしいよって言われて、おかしいよなって思いつつも恋愛をそのまま続けていたりとかして、別れたりとかして、何回かはやってみたんですけど、はいはいはい、この性行為を、興奮を全く覚えなくて、ちょっと罪悪感というか嫌悪感の方が強かったりしたので、女性ともお付き合いしてみて、やっぱりなんか女性と触れ合ったら全然以前の感情とは違かったんですね。なんかこういうことなんだって思って、みんなが恋愛してるあの感情ってこういう風に言ってたのはこれなんだっていうのをすごい理解して、そこで気づきましたね。女性がもう完璧に好きだって思って。じゃあその本気の初恋はそのカナダ行った後からってことですか。カナダ、初めての彼女がカナダ人なんですよ。へえ。はい、そこで気づかされましたね。へー、向こうからアタックされて、そうですね、初めての性行為をしたりとか。はあ、そうなんだ。はい。じゃあ初恋相手っていうのは純粋な、まあ、それこそなんていうんですか、小学生が誰々ちゃん好きみたいな時の人って誰が思い浮かぶんですか。男性ですか、女性ですか。全部女性です。あ、幼稚園の時も、小学校、中学校、高校、専門学校の時もそれぞれ女性を追ってました、目で。あ、でもそれ言えないから隠してますね。すごい失礼なんですけど、男性とお付き合いしててもなんかあの人が好きかもしれないと思ったのは女性だったりはしたんですよね。カナダ行ってからはいろんな人にそういう自分はレズビアンだってことはカミングアウトしてるんですか。そうですね、タイミングがあれば言います。あ、聞かれればというか、聞かれればとか、あとは偏見がなさそうな人には言えます。はい、偏見があって友達辞めますっていう人もいるかもしれないじゃないですか。はいはいはい、日本だから多分人によっては流したりはするんですけど、はい、ご両親にはどうですか。両親には、やんわりは伝えてるんですけど、はいはい、多分悲しむだろうなって思って、はい、もしかしたら女性も好きかもっていうニュアンスでは伝えてますね。はい、なるほどね。あ、でも逆にじゃあいいですか、こんなインタビュー流れちゃって、はい、それは大丈夫ですか。大丈夫。あ、それは大丈夫ですか。はい、栃木の方ですかね。いつかこういうのが知れ渡って自分が人気になっていって、親とか友達とか自分から言わずして、こう有名になれたら気づいてもらえるって思って毎日頑張ってる感じです。へえ、あ、そうか、ツイッターとかね。そうです。え、今ユニさんは何を目指しながらこういうそのレズビアン東京だとかバーのお仕事してるんですか。何を目指す、LGBT を広めたいっていうのはすごく自分の中にあって、はあ、はあ、そうですね、今は多くの女性を自分の力でっていうか癒したいって感じが多いですね。はあ、たくさんの人とも触れ合いたいですし、いろんな話を聞いたり、相談とかも多分いろいろ経験してるので受けやすいとは思うんですよね。ほうほう、そういう場で助けたいっていうのが大きいですよね。そのいろいろ経験って、なんかどんな、例えばどんなことがあるんですか。例えば親にカミングアウトできない若者っていうのが今代表的にあるんですよね。それだったりとか、初めて女性との性行為でどうしたらいいんだろうとか、あと自分が女性が好きだけど表に言えないとか、そういう感情を持った人がたまに相談来たりはしますね。やっぱりどうしたらいいですか、どうして乗り越えましたかというのを相談されるので、そうですね、そういう意味では大きくなりたいと思いますね、有名になって。へえ、
ちなみに、そのカナダでワーキングホリデーで行ってから、いつ戻ってきますか、日本には。日本に戻ってきたのは10月ですね。去年の10月。でそこからそのレズビアン東京に所属するんですか。そうです。あ、帰ってきてすぐに1ヶ月経ったぐらいから始めました。へー、なるほどね。でそれはどういった出会いなんですか、そのレズビアン東京さんとは。カナダから帰ってきて、もともと気になってはいたんですけど、女性と触れ合える場所を探そうと考えていて、まあ、検索したりとか、そうしてたら、レズビアン東京っていうのが出てきて、なんだろうと思ってクリックしたら、女性が使える、風俗という出会ったので、まあ、向いてるんじゃないかって自分で思ったんですよね。まあ、家族とか友達とかにも、なんかレディーファーストだねとか、なんか気が使えるねとか、女性の気持ちも男性の気持ちも分かるんだねっていう風に言われてきたので、ここでより女性に寄り添えたらって思って、向いてるんじゃないかなって思ったので、始めてみました。へー、やってみてどうですか？難しいところありますか？ないですね。あ、ない。なるほど。やっぱり向いてるなって思いますね。自分でも。自分でも。へえ。はい、引かれるかもしれないんですけど。いやいや、全然引きますよ、引きますよ、全く。楽しいし、いろいろ共感できることもありますし、触れ合うことも好きなので、そこでやっぱり向いてるんじゃないかって思いましたね。お客さんだとどんな割合が多いんですか？一番フェッチ目的が多いのか、それともデート目的が多いのか、なんかその相談ベースなのか、どんな割合ですか？それぞれみんないるんですけど、私の場合は、性行為をするコースが多いですかね。はで他のキャストさんによったら、そういうコースはほとんどやってなくて、デートコースがほとんどですっていう人もいますし、相談窓口みたいな方もいますし、人によってどうなんだ。で自分はそういう性行為が好きっていうふうにも言ってますし、それでお客さんが来てくれてます。年齢的には年上が来るんですか、やっぱ年下？本当にバラバラで、はい、最低で、まあ、18歳から利用可能なので、18歳から46歳までは自分は経験したことはあります。なるほどね。今そのパートナーはいらっしゃるんですか？いないです。あ、いないんですか？カナダの人と別れてからは全くないですね。でもこの仕事がもう楽しくて、そうか、今夢中になってるって感じではあります。あ、じゃあ固定のそういうパートナーはあえて作らず。作らないです。なるほどね。目標というか、今はそういうお店のキャストさんと、まあ、飲食店での働いてらっしゃるじゃないですか、はい。他に何かやりたいこととかあるんですか？やりたいこと、やっぱり海外に行ってみて、海外ってすごいなと思ったので、いつかは海外に住めたらいいなとか、海外で LGBT をもっと先進国にしていこうとか。あ、日本を。日本を考えてます。最終的には海外に行きたいっていう気持ちはあります。へえ。有名になりたいっていうと、どんなことで有名になりたいですか、その具体的に言うと。私も尊敬しているレズビアン東京、もともとレズビアン東京の先輩がいるんですけど、ゆずきさんってご存知ないですか？あ、ごめんなさい、知らないんですけど、有名なんですか？有名なレズの方、レズビアンの方がいらっしゃる。そうなんです。今はもう卒業してしまって、新しい会社をやってる方なんですけど、ゆずきさんっていう方はもうテレビにもよく出てらっしゃったりとか、YouTube でも再生回数もすごかったりとか、テクニックとかすごい、いろいろ話し方とかもすごい凛としててかっこよくて、そういう方を目標にしていきたいなと思って。へー。真似するってわけとかじゃないんですけど、自分の中で本当に目標を持ってやってる方がかっこいいと思ったので、
そうなりたいなと思います。なるほどね、はい、子供とかは どうしたいとかあるんですか。欲しいのか別にいらないのか、なんかはたまたなんかあるじゃないですか。なんか養子をもらってなんか そのたたこもらって育てるとか、なんかセックスエデュケーションってネットフリックスで見れるやつ知ってます？あ、聞いたことあります。なんかそれに出てくる一つの家族はレズビアンのカップルがなんか一人の男の子を育ててるみたいな家族の形があるんですけど、なんか あるんですか。将来的に今は全く考えてないですけど、多分今後男性と付き合いすることっていうのはゼロだと思うんですね、自分の中では、はい、なので女性と付き合いして、まあ、今はパートナーシップっていうのが組める、結婚みたいなのが組める制度があるので結婚して、その人によってはですけど子供が欲しかったら生まれました。二人で良ければずっとそのまま二人でっていう感じなんですかね。全然想像はできてないんですけど。なるほどね、はい、そうか。じゃあなんか気持ちとして絶対いらないわけでもないし絶対欲しいわけでもないみたいな。はい。ちなみに女性同士にもなんかよくねゲイの人だとなんか立ちだとか猫だとか言うじゃないですか。なんかそのどっちが攻めるんだみたいな、どっちが受けるんだみたいな、そういう用語あるんですか？あります。一緒ですか？じゃあレズの方も攻める側が立ちっていう。ああ、じゃあ一緒か。はいはい。で受ける側が猫。ああ、じゃあ一緒ですね。で見た目の話もあります。はい。フェミニン、女性らしい見た目の方がレムって呼ばれてるんですよ、はい、で、自分みたいなちょっと中性とかボーイッシュっぽい人をボイって呼ぶんですけど、はい、そこでボイ猫だったりボイタチだったりフェム猫だったりフェムタチだったり、そういう用語があります。はー、女性っぽいけどタチの人もいるし、はい、男性っぽいけど猫の人もいるしみたいな。でもその間のディバっていうのがあって、受けと攻めどっちもできますよっていう人もいます。そう、ユニさんどっちどれなんどれやった？自分は立ちです、完全に。あ、そうなん。攻めたいタイプ。へえ。レズビアン同士の人たちがこのパートナーを求めるときに最初からもうなんかこう伝えるもんなんですか？ちょっと後々分かってきてるのを楽しみとか。先に言った方がいいと思います。例えば自分みたいな立ちの人と立ちの人が例えばベッドの中に入るってなったら、こう上に乗ったり上に乗ったりっていうことの繰り返しになるじゃないですか。攻めたい攻めたいってなるので、だからそういう、まあ、先にボイ猫ですとかボイ立ちですっていうふうに言ったりとか、煙場ですとかを伝えて会話することも多いと思います。あ、風俗の場合はこうあれじゃないですか、そのお客さんに委ねるじゃないですか。そのユニさんはあっちのお客さんもいるんですか？それとも自分はアリタチって言われてて、タチの中でも受けが全くできないタイプなんですね、はあはあ、だから受け付けてないんですよ。あ、そう、なるほど。タチの人を受け付けてないので、リバか猫の人だけが自分のお客さんになるんです。はあ、なるほどね。面白い。そうか。じゃあユニさんの恋愛対象はフェンもボーイも入るんですか？そうですね、はい、じゃあフェム猫、ボーイ猫、はい、リバ猫、リバ猫って言わないのか。あ、そうか。フェム猫、ボイ猫、フェムリバ、ボイリバが恋愛たちってことですか？そうです、そうです。たまにそのボイたちさんとかが来る時があるんですよ。で、なんかの間違いで、いや、いつも攻めてるけどたまには自分も攻めてほしいっていう意味で、はいはい、普段はボイたちさんが猫になるっていうシーンは多々あります。へー、なるほど、なるほど。すごい面白いな。誰がタイプなんですか、その芸能人とかでよく聞かれるとしたら。あんまり顔とかを気にしないタイプなんですけど、自分ちょっとぽっちゃりした人が気になるんですかね、多分。そうか、ご自身が細いからなのかな。そうですかね。
き心地がいいとか思っちゃうんですかね。はあ、はあ、だから筧美和子さんとか、あ、川栄里奈さんとか、はい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 、っていうのがタイプですかね。なるほどね。強いて言えばですけど、性格重視なので。じゃあ今まで彼女ができたのは1人だけってことですか。そうです。彼氏は4人いたけれども、彼女は1人ってことですよね。はい、累計すると。そうです。今思ったら、なんか付き合うっていう概念はなかったけど、そういえば性行為してたなとか、なんか付き合ってたみたいな感じだったなっていうのは、その高校生だったり専門学校だったりはちらほらあります。女子で。それも気づいてなかったんですけど、あ、そういえばなんか一緒にベッドでイチャイチャしてたなとか、はあはあ、なんか焼き餅をお互いに焼いてたなって思ったりはしたので、今思ったらもしかしたら付き合ってたっていうのにも入るのかなとは思うんですけど。そうか、じゃあ言葉では付き合ってるよねみたいなことは交わしてないけれども、気づいたらそばにいたとかは。へー、そうなんだ。なるほど。ガールフレンドって呼べる人は一人だけかもしれないです。へー、女の子同士の方が確かに、あれ確かに、なんか境界線があんまり分かんないです、ね、確かにふざけておっぱい揉んだりとかしてる子と、はい、いましたもんね。ちょっと触んないでよとか言いながらやってる人たちいますもんね。はい、広めたいってのはなんかそういう団体を立ち上げるんですか。やっぱり配信とかこういう感じで、はいはいはい、すごい自分の中でもありがとうと思います。あ、そうですか。こういう風に自分にオファーいただいて、はいはいはい、自分を広めていただいたりとか、LGBT をこういう風に広めていただくっていうのは本当にありがとうございます。嬉しい。なんか、あ、別にそんな、気が向いた時だけでですけど、毎週、火曜日が生配信する日なんですよ。そうなんです。別に特に何をするわけでもない、ただ普通に新宿をブラブラ歩くだけなんですけど、そこに来てる人はゲイのなんか結構美形の男の子だったり、あとそのゲイの生配信してる人だったり、あと生活保護を受けてなんか療養中のおじいちゃんとか、ちょっと拝見しました。ホストだったかな。そうとか、もし暇な時よかったら来ませんかってだけなんですけど。あ、ぜひ。あ、本当ですか。じゃあお願いします。いや、なんかね、いや別に関係ないのかもしれないですけど、なんか野沢さんっていうなんか歯出てる女の子がいるんですけど、よく出てる。でその子が唯一の女の子なんですけど、なんかやっぱなんか女の子が言ってくれた方がなんか空気はいいなって感じがするんですよね。なんかいつもなんか 4,5 人でうろうろするんですけど、なんかね、男だけだとなんかね、別に、いやだからゲイだから気持ちは女子なんですけど、女子の子たちがいるんですけど、なんか単純に女子がいた方がなんか程よくいい感じにまとまるなというなんかこう思ってて、そんな感じでよかったら、タイミングが合えば。あ、本当ですか。もし毎週今日行けますよとかで、1時間だけフラッと寄るとかでもいいんで、同時接続でね、調子いいと200人ちょっと行くんですよ。240人ぐらい。この時にだから、もしインスタとかツイッターとか全然アカウント宣伝してもらってもいいんで、なんかもしなんか縁なので、よかったら、はい、ぜひ来てくれたらお願いします。